皆さんこんにちは。私は人の姿に変身する不思議なイカの研究をしているイカ研究所の研究員です。ただいまご覧いただいたのはスプラトゥーン3に関する最新の調査映像です。これまでに判明している情報を少しだけおさらいしておきましょう。スプラトゥーン3の舞台となっているのはバンカラガイ、通称混沌の街と呼ばれています。バンカラガイを中心としたバンカラ地方はイカやタコなどの進化した海洋生物が古くから暮らす土地で、さまざまな時代の建造物がひしめき合い、独自の文化が形成されています。ここバンカラ地方でも縄張りバトルは盛んに行われているようです。4対4のチームに分かれて地面を塗った面積で勝敗を決める基本的なルールはこれまでと変わりありません。しかし映像では新たなメインウェポンやスペシャルウェポンの存在も確認されており、そのトレンドには大きな変化があるようです。映像の後半ではシングルプレイのヒーローモードの様子も確認できました。 Return of the Mammalians、 すなわち哺乳類の帰還が今回のヒーローモードのテーマとなっています。2匹の猫を除いて地上から哺乳類が消えたはずのこの世界で、この言葉が意味するものとは一体何なのでしょうか。スプラトゥーン3についてはまだまだ明らかになっていない情報もあるようです。引き続き調査を行い、研究成果がまとまり次第皆さんにお伝えさせていただく所存です。今後もスプラトゥーン3の続報にぜひご期待ください。それではまた。いかがでしたか。新たな舞台で繰り広げられるスプラトゥーン3は2022年の発売を予定しています。今後の続報にご期待ください。次が